青コーナーより230戦を戦った歴戦の勇者ウィーラワット・シッカンパル選手の入場です。最強の男、総合武道選手の入場です。試合に先立ちまして、ミャンマーセーフラウェイ連盟日本全県代表高森拓也氏に認定宣言を行います。認定賞、本日存知して行われるミャンマーラウェイマッチ総合武道対ウィーラワット・シッカンパルの試合は MTBFミャンマーラウェイ連盟公式戦及びゾーンコミッション公式試合として行われる平成29年5月28日ミャンマーラウェイ連盟日本人権代表高森拓也。ただいまより本日の第6試合 MTBF ミャンマーラウェイ連盟公認試合3分5ラウンドを行います。青コーナーセンチャイムエタイ事務所属ウィーラワットシッカンパール赤コーナーミャンマートゥッティラウェイクラブ所属総合武道レフリー、ミスター・シーナ。
小さくなってます。だから俺は負けた。俺すごい強い。アメリカでやってるからジャブ。だから村上さんの相手のいつもポイント取られてる。だからチャーリーが前のメニューかな
勝利を抑えました総合武道選手には弁護士渡辺様より勝利者トロフィーが贈られます。本日の第6試合、1ラウンド2分44秒、1ラウンド2分44秒、勝者総合武道。